チャオ、ゆりこたいがです。皆さんこんにちは。イエーイ、ボンジャルノ。今日すごいいい天気ですね。では実はね、今日は広告あるんですけど、書いてるから分かってる人がいると思いますが、本当にごめんなさい。実は戻りました。この動画を閉めないで。今閉まろうと思ったら、ちょっと待って、いい話があるから最後まで聞いてよ。そう、あのね、去年の動画覚えてますか？めっちゃ頑張ってたんですよ、本当に。いっぱい外国のイベントに回ったりとかしてて、まあやっぱりイタリア、ポルトガル語とか、韓国とか、マレーシアとか、いっぱいめっちゃ美味しそうな食べ物あるんじゃねえですか。それでさ、いっぱい食べてしまうんですよ。当たり前、食べてしまうんですよ。だってさ、イタリアに行ったらさ、パスタがいらないって言ったらめっちゃ失礼なことだから、ありがとうございます、全部食べます、いただきますって言うしかないから食べてしまいました。で、去年が実は8キロぐらい太ってて、初めてこんなに8キロぐらい太ってたのは、本当うわーって、ちょっと待って、やばいなって思ってたんだけど、4ヶ月ぐらい頑張ってダイエットして、運動もしてみたら結構落ちました。そう、その動画はね、去年がアップしたから、まあ、ずっとそのままにめっちゃいいスタイルになるんじゃないですか。2020年の夏はもうスーパーモデルの、同じぐらいの体になりたいなって気持ちがあったんですけど、実はね、コロナに入ったからそれは無理だったんですよ。そう、あのな、多分絶対ここの中で分かってくれる女の子もいるでしょうか。あのね、一番最初、あのジムが閉めた時に、まああんまり落ち込まないで、まあ家でなんとなくできるんじゃないかなって思ってたんだけど、やっぱり一番最初の時期は特に3月4月ぐらいだっただよね。でその時はやっぱりそうとでも似てるのはすっごく怖くなってて、本当スーパーに行くしかない、ずっと家からスーパー、家からスーパーだけの散歩したり、あとは家でちょっとだけエクササイズとかやってたんだけど、一番最初なんか TikTok とかにもなんかスーツケースを持ちながらプンパアップとかはしてたんだけど、やっぱりそれも足りなかったんですね、完全に。いや、足りないんですよ。なぜというと、やる気なくなっちゃうんですよ、本当に。あのキーが長くないから、もうすぐゴロゴロしたくなったり、アニメ見たくなったり、まあ、とりあえずベッドにいるのはもう最高って思う。そう、5月はね、もう完全に諦めてしまって。諦めたらそこで試合終了だよ。1ヶ月でやっぱりまた4キロぐらい太ってしまいましたんですね。で今があんまり見えないかもしれないんですけど、ちょうど1週間前からもう1回ダイエットを始めようと思って、1週間ダイエットをやってみたら、結構ものすごくあの結果が出ましたんですけど、こちらはビフォーです。ポン、こちらやばかったんですよ。特にあのそんなにスタイルが変わってないんですけど、お腹やっぱり食事はね、そこに溜まってしまうんですよね。で1週間の後はこちらです。ポン、わお、セクシー、わらーしゃー。みんな、なんかめっちゃエロゲの下着が着てるんですけど、何が違う仕事とかされるつもりですかって聞かれたんだけど、いやそんなね、全然つもりがないんですけど、ただダイエット結果だけでした。っていうか、日本人はね、やっぱりこの下着はセクシーだと思われるかもしれないんだけど、私は普通。そう、普通だから、セクシーのやつはもっともっとやばいという意味なんだ。でもやっぱり今お腹、まあちょうどね3日前は友達の誕生日だったから、イタリア人のね、めっちゃ食べちゃった。めっちゃ食べちゃったんですけど。ですけど今お腹ねちょっと出てるんですよ、やっぱり。であとはお腹だね。今いつもダボダボの服を着てるから見えないけど、今ね、まあ、そんなに今日はお腹大きくないけど、見て、ポロンってここ出てる。ウィー、
めちゃめちゃめちゃいい。ちょっと待って、これめっちゃ恥ずかしいんだけど。ポン、おい、おはよう。めっちゃめっちゃあるじゃんこれ、めっちゃあるじゃん。ちょっと待って、こう哺乳したらめっちゃやばい、 めっちゃ出るんだよ。見て、もにゃん。ここキチキチキチ。やっぱりこれと、まあ、あとはお尻がそんなに変わんない、お尻を大きくしてもいいかなって思うんだけど、あとは多分この写真を見るとやっぱり、あ、なんだろう、足が遅いんだけど、この太もものやつがやっぱり太りやすいんですよ。特に外国人は全部お尻の方に、お尻、お腹、お尻、この周りが大きくなる。私だけじゃなくて、やっぱり私の周りの友達も太ってたんですよ。逆に痩せた人たちは本当すごい、本当偉いなと思ってる。本当私はできなかったんで、もうずっと朝からもう夜までずっとアニメばっか見てて、ゲームしてポテトチップを食べて、でパスタまっくり食べたから、やばいこれ、もうこのまま絶対彼氏も俺やなと思って、絶対何もできないな。まあ多分この夏がね、絶対そんなにも出会いとかもないんだろうなって思うんだけど、やっぱり綺麗になりたいのもちょっと自分の、あとはね、これはね、皆さん特にオタクだったらめっちゃ真面目な話にするんですけど、アニメを見るとか好きなんですかね。うん、そうですね。でも朝から夕の腕を見てしまうと、自分のメンタルってさ、疲れたくない？私はめっちゃ疲れるんですよ。あのね、最近ジョージョがハマってて、ベントアオレオで一気に見ようって思ったらちょっと疲れてしまった。やっぱりずっとそういうジョージョのことずっと一日を考えてしまう。で、そのやっぱり楽しみも待てられないから、なんだろうね、何もできなくてずっとゴロゴロベッドでアニメばっかりを見てて一日を過ごして、ああ私ダメだなこの人生って、でそれで終わってしまうと、やっぱりその1週間の後は何もできなくなっちゃったってさ、おかしくない？私はね、特に仕事をやるのがすごい大好きんですもん。これはね、結構日本人っぽいって言われるんですけど、うん、そうかもしれない。に、あの、仕事大好きだから、ちゃんと仕事できなくなるのは詳しいんですよ。例えば、まあ今この時期だから、でもこの時期が終わったら CM が決まったら、でもちょっとね、5キロが太っちゃったから違う女の子にされるとか、やっぱり、やだーって思って、もう、今週から今週から8月までめっちゃ頑張ろうって思ってます、イエーイ。で、全部実はその TikTok とか SNS にアップしたいと思います。で、ここも1ヶ月後にちょっと結果どんな感じになってると、どんなエクササイズをやってるのかをちょっと上げたいと思います。まあ確かに外国人のやつだから、もしかしてみんなと一緒ないかもしれないんですけど、結構まあパーソナルトレーナーとかもつけて、まあどこに例えば間違ったりとか、どうこうなんか痩せたらいいとかって全部教えてもらいましたので、まあそれが終わってから新しいズームも探してめちゃめちゃ頑張ろうと思って、ビューティフルウーマー、私の、そうだね、来月27だからさ、ビューティフルウーマーになりたいんだよ、イエーイ。そうで、皆さんも例えばちょっとね、あ、最近太ったなって思ってる方がいらっしゃれば、一緒に頑張ったらどうですか。やっぱり一人でさ寂しくなっちゃうから、私だけじゃなくて、なんか皆さんも応援したいなと思ってて、ぜひ SNS のチェックとかにもアップしたいと思います。で、次の動画はね、私のやってるのストレッチとかエクササイズもちょっとやりたいと思います。でも今ね、この2個めっちゃ出てるから、あと2週間ちょうだい。そう、あと2週間でマジでやっちゃうんですよ。これ恥ずかしい。はい、で、多分今年はね、プールにとかビーチに行けるかどうかやっぱりわかんないんだけど、私はね、ほんとダメ女だよ、水着を買ってしまったんですよ。いやー、めっちゃ可愛い水着だったもん。黒髪でしょ。黒髪ね、10年ぶりだから、やっぱり今まで持ってたの、なんだっけ、水着が合わないんですよ。昔の水着は可愛すぎた、ほんとフリーフリーみたいな、初めて日本に来たの、可愛い、めっちゃ可愛いの水着を買ったんなんですけど、今は恥ずかしいわけではないんですけど、あ、私らしくないなって思ってて、で、他のやつはもともと歯で髪だったから
全部派手な水着も買ってしまって、いやちょっと待って、これエロすぎだなって思って、でそうだね、この夏はね、私の好きな色はね、まあ、ピンク、黄色と緑だから、これ黄色にしました。絶対黄色と黒髪可愛いでしょと思って、そう、これのショー、そういうなんか黄色の水着も買ってしまいましたからね、ちゃんと撮影ができるようにアップしたいなと思います。でですね、いろんな方はね、なんで私はグラビアとかやったことないんですかって聞かれたのですけど、実は1回あります。初めて日本に来た時にプレイボーイにデビューしました、水着で。わー、恥ずかしかったな、めーちゃやった。でもやっぱり私の体のコンプレックスは持ってたし、若すぎたし、まあ、特に他のアイドルと比べたらみんなめっちゃ遅かったから、自分がなんか豚って思われたってなんか嫌だった。特になんか実はそうだね、めっちゃ泣いてたんですよその日は。でなんかまあ若すぎたから、どっちかというとやっぱりそういう世界は興味ないし、私はグラビアとかなりたいって思ったこともないんだけど、なんかできれば私服コスプレじゃなくて、かっこいい私服の写真集作って、でそれになんか水着も入れたいので、やっぱり水着に入れたいだったらちゃんと自分の好きなスタイルでやりたい。もしかしてその可愛いもう日本人みたいのグラビアアイドルになれないと思うんだけど、まあ私のらしさでなあちゃんと作りたいなと思って、皆さんも応援してください、お願いします。全部いい感じだったら絶対来年にね売りたいなと思うんですよ。イエーイ、コミックかな。皆さんはでは太りましたか、ダイエットしましたか、どうやってダイエットしましたか。よかったらぜひなんか相談とかあればコメントしてください。あとはいいねボタンしてチャンネル登録をしてください、お願いします。ではこれで次の動画へまた会いましょう。アルレベデルシー、チャオ。